というわけでですね、沖縄県の石垣島のね、ネットカフェ、安宿、このね、路地のところにある安宿から出てきましたね。もう東京に帰ることになったんですね。僕の自転車でございます。朝出た時はね、普通の天気だったんですけどね、自転車に乗ったら雨が降ってしまいましたね。朝早くから宿を出て自転車でね、北部をぐるっと回って空港に行こうという、そういう作戦でございます。だんだんと空が曇っていくんです。昔車でね、ぐるっと回って岬、先っちょの方まで行ったことあるんですけどね、自転車なんで、まあ、軽く回るみたいな感じでしたけど、南国のね、草木が生い茂ってますね。だんだんと分厚い雨雲が近づいてきて雨が降ってきます。まあ時間があったらね、魚釣りもしたかったんですけどもね、なんかね、波紋があるとなんか生物がいるのかなって覗きたくなっちゃいますけど、ちょっとここは濁ってますね。南国風ですよね。マングローブがあったり、ちょっと干潟っぽくなったりして、ジャングル的な。ここも日本なんですねって言いたくなっちゃうような、そんな雰囲気ですね。橋のね、下にか影になっていてね、そこに魚がいないかとかね、チェックしながら進んでいったんですね。まあ沖縄県ね、まあ飛行機が安ければね、気軽に来れるんですけどもね、飛行機代が高いとなかなか来れませんが、ピーチだったら安いかもしれないけどね、輪行の場合はね、結構取られちゃうんですよね。まあなかなか来れないということになるとね、いろんなところで立ち寄ってこうやってね、眺めたくなっちゃうわけですね。潮だまりのようなところ、なんか生物がいない、なんか木が抜け落ちてますね。強風が倒れちゃったのか、今から植林するところなのかもしれないですね。マングローブの小さい木が浮いてますね。ちょっとかわいいですね。おじさんが見てもかわいいと思ってしまいますね。遠くに雨雲、雨が降ってる気配の感じ。まあでもね、雨に濡れて飛行機に乗るのは嫌なんですけどもね、まあでもなかなか来れない石垣島なんでね、頑張って自転車に乗っていたんですよ。都会の街並みだけじゃなくて、ね、こういうね、自然のところもね、見てみたいなと思って、一生懸命本当に木とか草の方に目をやると本当にジャングル、熱帯ですよね。緑の濃さもすごい濃いですよね。起伏も激しくて登ったり下ったりしてましたね。
救急車が通ってますね。まあもちろんここにも日常がありますからね。消防車と救急車が並んで走ってる光景はあまり見ないよね。何かあったのかもしれないね、緊急事態が。細い道ですね。なんかねこれ上下線で道が分かれていたような感じでしたけどね。島のね北西方面に行ったらこんな感じになってたんですね。坂を下るとまた登らなくちゃいけなくてね、押しにつつ坂を下っていったような気がしましたね。なんかね小学校とか学校があるような街並みにたどり着きましたが、時間がなくてねすぐね引き返してしまいましたね。基本草木生い茂る濃い緑の季節でしたね。山道を通ったり海岸線を通ったりね、時々こういった川がねあったりなんかして眺めたりなんかしてましたね。もうここは河口付近の川ですね。砂浜でせき止められていたりするんですよね。鳥ですね。カモ、南国のカモってカモじゃないかな、海水ですよね。でもねカモって海水にいるイメージあまりないから、南国の顔が赤いし、ね、南国のカモって感じですかね。なんか南国の鳥ですよね。ちょっとアフリカのなんつんだろう、ガチョウ系かな。マングローブと鳥、本州では見られないですよね。水浸しですよね。舌が回らない。すごい雨が降っております。レインコートを着ているはずでございます。でもレインコートを着るまではずぶ濡れになった記憶があります。結構標高の高いところね、道があってそこを通ってますね。僕の記憶ではね、なんかね、プロ野球のスタジアムみたいなのもどっか練習場、キャンプ用のね、スタジアムがあったような記憶が残っております。南国のなんか実ですよね。なんていう実かわかんないけどね。大きな豆。これを植えたらどんな植物がなるのかは、このなってる木を見ればわかりますよね。まあでも南国でいいですよね。ちょっとアケビっぽいような感じもしないでもないですけどね。まあでも持ち出したりするといけないんですよね、ああいう植物はね。眺めて楽しむしかないんです。まあ種類によってはいいやつもあるのかもしれないですけどね。面が濡れております。本当石垣島町から離れると静かになっちゃうんですよね。エビがいますね。エビが映っておりますよ。野生のエビですね。野生のエビってあんまり見ないよね。まあザリガニとかテナガエビとかそういう感じかな。いやエビってあんまり見ないよね。いるのかもしれないけど、野生のエビってあまり見ないと思うんだよね。カニとかは結構いるけどさ、エビ
鳥はあんまり見たことないかな。まあヤドカリとかは結構見たことない。蘭のような花が咲いております。蘭じゃないかもしれないですけど、南国の花が。こんな感じでね、今度ね、北東部、すごい雨でね、先まで行けなかったんですよね。勝手に雨宿りさせてもらいましたね、屋根のあるところで。どっかで飼ってるようなカメが歩いてたからさ、誰かのペットかなと思ったんですけどね、野生なんですよね。あんまり見ないよね、こんな大きいカメが普通に歩いているなんて。またこれ標高の高いところ登ったね、雨降ってのにね。まあこの後ね、空港の方に行くんだけども、なんかね、砂利道だらけのところを通ってね、ちょっと失敗して自転車が汚れた記憶がありますね。なんか物を捨てたりするようなところを通ったりなんかしてですね。そして空港に着きましたね。あとは飛行機2つ乗れば東京でございます。これはまだ石垣島でございます。あー、もう人生で石垣島に行くことはないかもしれないですね。一応自転車旅の一環でね、来てみたんですけどね。ご希望に添えずご迷惑をおかけしていることをお詫びいたします。これから離陸いたします。新型コロナウイルスによる感染症が発生しています。機内の中にこのライトの電気代も入っているのかな。そんなにお金払っているつもりはないんだけどね。お金がどう流れているのか気になっちゃうね。瞬間ちょっと怖いですよね。あっという間に大地が下の方に見えちゃう。低い分厚い雲の天井に飛行機がその中に入っていく。よく他の物体とぶつかんないなって思っちゃいますよね。視界の悪いところにぶっ飛んでいくわけですからね。いくらレーダーがあるからといって相手もレーダーがあるとは限らないし、飛行機以外の物体だってなんかあるかもしれないしね。怖いなって僕は思うんですけどね。雲の中でございます。雲の絨毯と雲の天井に挟まれております。遠くに太陽の光を感じております。雲の切れ間から見えるのは海なのかな。島影は見えないかな。旅400から424日目、2020年の4月3日から27日、ジャパン輪行編、東北地方と九州と沖縄の旅なのでジャパン輪行編という名前になっております。27週目はもうずっとね、
紹介してきたんですが、今回は旅の中で19周目のエリアも通るということで、まあ27周目の中の19周目ということでお送りしております。今回はこの日程の中の一番最後ですね、26日と27日目のみを紹介していきたいと思います。その内容を、何分割かしてお送りしたいと思います。まとめて説明しますね。前回どこまで来たかっていうと、与那国から石垣島に戻ってくるところまで紹介しましたね。で、次の日石垣島から自転車宿を出発してですね、まあ石垣島の北部はね、ぐるっとね雨が降ってる中、サイクリングして石垣空港まで行って、で飛行機輪行をしてですね、那覇市まで行って、モノレール乗ってね、アパホテルに泊まったんですね。で、次の日空港に行って東京に帰っていくという、そういう感じになっておりますね。で、今回でこの旅は完結ということになります。旅の日数は全部合わせて、今まで全部合わせて424日目になりました。3月27日で終わると。で、外国はね、台湾と韓国行っております。自転車旅としてね。で、日本国内は44の都道府県旅をしております。まあいいや。で、市区町村の数は1182箇所でございます。今回は沖縄県ですね、日程の中では。まあ、初めて行ったところはないですね。全部で33箇所行っております。まあ位置関係、今回ラストなので全体的に紹介していきましょうかね。特別編ということで、まあのの字を描きながらぐる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 電車旅をやってるわけですよね。東京世田谷区スタートしてね、それで、ぐるぐる回って、もう小笠原なんかもね、番号順に続いております。でですね、番号中に続いているのはですね、今のところこの26周目なんですね。三重県、奈良県、京都、大阪、兵庫県の破ったっけな、ここまで数字が続いております。今回の日程は沖縄県なんですけども、この旅全体的なことから見ていくとすると、東京から出発して一番最初に行った場所は、常磐線なんですね。この大熊町、双葉町の福島県ですね。ここがね、19周目のエリアなんですよね。そして、ですね、青春18切符輪行してですね、この多賀城市、ここから自転車に乗って日知賀町に行って、そして塩釜に行って、そして利府町、松島通って行って、そして内陸に行って大佐と、そして栗原行ったかな、ちょっと忘れちゃったな、この順番が。大佐と行って大崎に行って、大崎から三郷に行ったんじゃなかったかな、確か。そしてこっから輪行して、小田の駅から輪行して、盛岡駅まで行って泊まって、次の日自転車に乗って八幡、そして志和、そして花巻まで行って輪行して、ここを通り過ぎて乗り換えたかな、で金ヶ崎まで行って自転車に乗って、奥州市、そして平泉に行って、一ノ関から自転車、鉄道輪行して、でね、栗原も通って東名まで行って自転車に乗って、また栗原通って
って大崎町も通ってで三郷に行って、ワークや行って戻ってきて、小田の駅から輪行してこの日の夜は仙台に泊まったんですね。仙台の青葉区ですね。次の日仙台から青春18切符輪行して一気に奈良県まで行ったんですよ。一気に奈良県、奈良県どこだ、奈良県のね、大和高田市まで行ったわけですね。名古屋から近鉄に乗ったんです。そしてその日の夜はネットカフェがこのね勝浦木っていうところにあったんですね。次の日ここまで行って近鉄に乗って大淀町のねなんとかっていう駅まで行ってそしてそこからバス輪行して天川まで行って自転車に乗って黒滝五条もねちょっと通ったねこの辺でね。で下市市通って淀町を通って高取町を通って飛鳥村を通って橿原を通って田原三宅この辺でね川井も通ったんだよねと順番は分かんないけど川西も通って安藤っていうとこ通ってイカルガっていうとこ通ってヘグリ通ってで三郷通ってから王子の王子駅から輪行したんですね。青春18切符輪行で一気に広島まで行ったんですよ。広島西区のね横川駅のねネットカフェに泊まって次の日また自転車に乗ってですねこのね朝南区通ってまた西区通ってそして佐伯区を通って廿日市を通って大竹市和区通ってここから輪行してここで岩国に乗り換えて岩国で乗り換えて、光、どっかでね、降りたんだよな。あれ、おかしいな。どっかで自転車乗ったと思ったんだけどな。まあ、どっかで自転車乗ったと思うんですよね。光市とか、ちょっとそこは今省略しましょうね。ちょっと、わかんなく。とにかく下関行って、小倉まで行った、この日、ちょっと混同しちゃってるかもしれないね。一気にね、まあ、違う時の旅とね、混同しちゃって、とにかく、小倉駅で乗り換えて、いや、でもね、ここ、和久駅からの、輪行して、光とかっていうところまで行って、徳山まで自転車に乗ったと思うんだけど、ちょっとね、今はそこは省略することにします。で、九州に入ってきて、熊本市西区ね、じゃないな、ごめんね、鳥栖市で乗り換えて、佐賀市まで行ってネットカフェに泊まったんですね。そして自転車に乗って、王子、タク、
そして輪行して唐津に行って自転車に乗って玄海行って、そしてね橋を渡って長崎県に入っていったんですよね。その長崎県が、この松浦市ですね。ここから輪行して、ですね、眠りながら平戸市を通り抜けて笹町から自転車に乗って佐世保市に入ったんでね、ネットカフェに泊まって、で次の日特急列車輪行して、佐賀県のね有田町まで行って自転車に乗って長崎県の波佐見川谷から、あ、じゃない、東園木町から輪行して、で大村市はね降りたかったんですけど快速電車が通過しちゃってですね、諫早まで行って自転車に乗ってちょっとだけ戻ってまた戻ってきて、そして島原半島の方に行って南島原、そして草津町、あ、じゃなく順番的には諫早から雲仙市に入って、島原市に入って、そして南島原に行って天草、ここ船に乗ったわけですね。で天草からですね自転車に乗ってまた天草市内からまたバス輪行して、そして熊本市まで行ったんだよな。熊本市どこだろうな。熊本市、あ、この熊本市まで行ったわけですね、バスでね。でその次の日輪行して八千代市まで行って、吉野とかを通っていくんですよ。吉野市特急輪行で吉野まで行って、でここから各駅停車になって、宮崎県の海老名を通って鹿児島県の湧水町に行って、吉松という駅から自転車に乗って海老名島で行ってまた輪行して都城市で、ちょっと自転車に乗ってからまた鉄道輪行して鹿児島市まで行ったんだね。で鹿児島市から船に乗ってですねトカラ列島の豊島村に行ったわけですね。宝島に行ったわけでございます。そしてその次に船に乗ってですね奄美大島まで行ったわけです。で初日はねこのね龍郷町っていうところまで行ってまた戻ってきて安宿に泊まった。次の日自転車に乗って大和、宇検、瀬戸内まで行って安宿に泊まった。で次の日はね掛尾島とか行ったんですけど、そしてまた船に乗ってですね徳島まで行って自転車に乗って天城から自転車に乗って伊勢を通って徳之島町まで行って、で次の日船に乗ってここら辺のね島をねずっと通っていったわけですね。これは一つの島ですね。でこちら与論島、上陸はしなかったんですね。でそのまま船がですね沖縄県の方に行くんですけども、船自体が、本部町に寄港したんですね。で上陸はしてないんですけど、そのまま船に乗って、那覇市まで行って泊まって、次の日バスに乗ってでですね、モノレールに乗って浦添まで行って自転車に乗って西原、中城、そして、沖縄市まで行ったんですね。釣りが釣れなかったですね。また那覇市に戻ってきて泊まって、次の日はバスに乗ってうるま市まで行って那覇空港に戻ってから飛行機に乗って
石垣市に行って、で次の日、ねか竹富町とか行ってね、その次の日も西表の方に行ったりなんかして、でその次は石垣から与那国に行って泊まって、そして今回石垣島、今回の日程はねその石垣から始まったわけですね。こっから飛行機、自転車に乗ってから飛行機に乗って那覇市に戻って東京に帰っていくという、そういう感じですね。